はいどうもスバルです。バトルフィールド5やってきます。今回はグランドオペレーションモード兄の戦い2日目から迫り来る枢軸軍を我々連合軍側が追い払うと、そういうモードです。使うビークルはこのバレンタイン戦車紐状爆薬付きで、ティガー戦車とかね向こう絶対火力の方が多いから、まあ、攻めてきたら紐状爆薬ひっつけて一気に破壊していくと、そういうムーブでやってきます。もう片っ端から戦車は破壊していく形で、そして死なずの立ち回りでいこうか。目指せゼロですね。さあ早速戦車発見。25ダメ、正面当たったね。いやさすがにそれは逃げられたか。7ダメか。手前の輸送車両は破壊したい。 OK 破壊確認。あと奥側にも多分1台タンクが来てるから、それ拠点に入らせたくねえんだよな。戦車は戦車で破壊していく。あ、対空戦車いるね。先に手前の輸送車で破壊しようか。 OK 破壊確認。あとはあの対空戦車を破壊する。 OK ガチムーブで行くんだったら今の対空戦車はもう放置して、もうほぼほぼ脅威にならんから、敵の戦車1台分戦力をなくすっていう、そういうメタな立ち回りもあるんだけど、さすがにそんな卑怯な立ち回りをこのサーバーでやるわけにもいかんので、もうどんどん片っ端からもうビークルは破壊していく感じで。さあ見つけたね、輸送車両。あ、後ろに乗ってるやつ破壊した。あと一発かな。お、ナイス破壊、いいね。 OKOK 乗ってるやつも全滅したかな。奥側にも戦車はもう見えないね。 OK 一人倒した。でさらに輸送車両 OK 倒した。奥側にタンクがいるのか。さすがにこの角度だと狙えないから一旦右側行こうかな。このミニマップのこの右側が誰も見てないんで、ワンチャンね輸送車両が来てそこから湧いてる可能性があるんで。さあ、あー塹壕が来てんね。この角度狙えねえんだよな。 OK 一人はやったけど、さらに奥側もいる。あー来てんね。 OK 倒した倒した。 A 中は入らせない。まだ残弾11発あるから戦えるっちゃ戦えるけど、できれば塹壕はね味方の歩兵にやらせたいんだよな。一人はカットした。奥側に戦車がいるからな、あんまり顔出したくね。ティーガーの栄光弾とか食らったらもう下がらざるを得ないから。一当て、あれは弱い戦車だね。これはティーガーか。 OK いい動画当たった。 OK 戦車破壊した。この木中に敵いるっぽいな。これ機銃で倒した。木中にちょっと紐状爆薬撃つか一旦。よし食らえ紐状爆薬。よし戦車来た。じゃあて火吹いてる。 OK 破壊した破壊した。見たか、これがバレンタイン戦車よ。ちょっと一旦祈祷して補給していこうか。お、なんかいるね。裏取りしようとしてる分隊がいる。あいつらも倒しちゃって裏を完全にフリーにしちゃおうか。 OK 倒した。さあ一気にこのまま下がっちゃって補給しますか。一番されたくない立ち回りがティーガー戦車2台とかで一気に詰めてくることだから、それをさせない立ち回りでいきたい。さあ前線戻りますよってことで、ただミニマップ見る感じ若干入られてんのかな。一旦じゃあ戦車シフト交代しよっか。俺が防衛するよ補給してる間。正面怖いな、機銃が撃ってきてるからワンチャン戦車いる説。あーなんか破壊されたね。おビークルダメージ入った。OK 与えていくよ。ティーガーかあれ、なんか倒したな。あれ修理兵もしかしたらついてるかもな。おい倒した、これ修理兵っぽいな。 OK ビークル破壊確認。ティーガーっぽいです。いった、あまずい、あぶねえ。ギリギリダイナマイト特攻は避けれたけど一つばかりされたわ。で今のでちょっと体力半分削られたからもう一回補給しに行くわ。でこれで少しまずいのが補給所に今戦車2台いるから、あほらちょっと取られだしてるわ。ごめんちょっとまずいわこれ。 OK 補給完了。じゃあゴー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 、みんなで行こう。みんなでまずいまずいまずい、取られる取られる。ちょっと外周から潰していこう。歩兵がめっちゃ入ってくる。おっ OK 輸送車両破壊した。じゃあ無理やりでも取りに行くか。あでも味方が頑張ってくれて A ポイント取ってくれてる。 OKOK がっつりと戦車が詰めてきてる感じだな。とりあえず輸送車両を破壊しておいて、なんとか前線までは戻ってこれたけど。お、なんか来てる。これ乗ってるやつ倒した。
あ、なんか来てる。オッケー、輸送車で破壊。お、またこいつか。毎回毎回ダイナマイトドッグ送るねんやけど。なんだ、あ、敵の輸送車で奪ってる。これ倒した。手前に戦車だけど。あー、それはさ、なんか、リタイマックスよくしてな。ビークルダメージ15。で、ダメージ入ってる、ダメージ入ってる。いいね、入ってるよ。着実にダメージ入ってるけど、どこかしらかに対戦車ライフルがいる。痛い。上からか。あー、また来た。お前、ええって。ダイナマイト特攻の民。いや、当たんない、当たんない。あ、やべ、逃した。誰かが死ぬ。許さん、お前その裏だろ。俺倒した。敵戦車発見。いっちゃって、いやて、下がってんね。オッケー、いいよ、当たってるよ。これ倒した。絶対修理兵だろ。さらに倒した。おっ、輸送車両破壊確認。38キル、いいね。これめっちゃんこビークル破壊しまくったからキル伸びてるわ。はい、ということで2日目終了。次は3日目アラスの防衛。未だにさ、タンク乗ってる時にこの AD を連打してると前に進めるっていう待機場スキルがあるんだよね。さあ、アラス絞っていきますかってことで、相手ね、戦車が3台ほど確か出るのかな。それに対してこっち1台だからね、本当に慎重に動かないとすぐに破壊される。ではやっていきまーす。もう初動で1台とりあえず戦車を破壊したいかな。どん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 湧いてくるから嫌がらせしまくる。戦車発見。5ダメ。あれはパッと見ティーガー戦車か。おっ、いいとこ出てんね。これはやれるんじゃないか。さすがにあの戦車は出すぎ、逃がしたくないな。 OK、 破壊確認。お、めっちゃ燃えてる、めっちゃ燃えてる。おいしいおいしいおいしい。お、左にね、ちょっと待ってろ。ここは抜けられたくないかな。こういう時は肝臓爆薬よ。さあ、何死ぬかな。いやー、2人か。少ない少ない。5人ぐらいはいると思ったんだけどね。あ、マジか。 B ポイントに爆弾仕掛けられてる。裏取りされたか。なんかでもちょこっと仕掛けてるだけっぽいからさ、味方取り返せそうだけどね。とりあえず援護するか。あ、輸送車両、ちょっと待って。輸送車両を先に破壊しよう。あれで A ポイント行かれると辛い。B ポイントは味方に任せよう。ナイス破壊。あ、まだいいのか、歩兵。あー、ごめん。いや、俺がカバーすればよかったか。まあいいや、しょうがないしょうがない。もう残りは A ポイントのみ。拠点が1個になったから逆に守りやすい、そう考えよう。お、戦車発見。 OK、 破壊した破壊した。逃がさない。やだ、手前のティーガーか。ロックプレイヤー落として、ティーガーが右に展開してる。あいつ破壊したいな。いやで、さあ、で、あ、打ち返してきたか。怖え。ティーガーの一発一発がもう必殺だからね。左側にも歩兵展開するか。歩兵倒した倒した。おい、歩兵倒した。で、スナイパーとかどんどん倒していかないとね、 A ポイントの中の歩兵がどんどん倒されちゃうからね。なんかあったんだよな、グランドオペレーションアラスの攻略方法が。そう、久々すぎて覚えてねえんだよな。戦車の立ち回りがあるよ。まずいな、ちょっと A 取られてる。とりあえずあのティーガーだけでも破壊させてくれ。今近寄らせないことが重要だから、多分多分それが重要だった気がする。頼むよ、 A ポイント守りきってくれ。そこまでちょっと戦車いけねえんだよな。ティーガーいっちゃって、補給所でずっと撃ってきてんのか。なるほどなるほど。とりあえずダメージ与えてあいつは下げさせる。ずっと戦車がいって、えげつないダメージ食らった。敵戦車発見。もう右まで展開してるわ。いっちゃって。あれは破壊したいな。破壊しないとやばい。 A ポイント、うわ、めっちゃ来てる。 A ポイント、歩兵が。俺も右展開した方がいいか。これいっちゃって、苦手。あ、歩兵か。15ダメージ。下がってくんねえかな、あのティーガー。くっそー。お、火吹いてる。ワンチャンある。オッケー、ティーガー破壊、ティーガー破壊。よーし、
これはちょっと頑張ってほしい。 A ポイントの民、 A ポイントの分隊頑張ってくれ。俺がちょっと援護射撃するから。守った守った守った、オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。いじゃで、あんな奥っ側にいるのか。この手前にもいる。ちょっと気じゅうつな気じゅうつな、まずい。この距離の T が気づかなかった。ナイスありがとう、気づいたわ。オッケーオッケーオッケー、下げさせる下げさせる、おい T が下げさせる。一当てかなと。オッケー、破壊した破壊した。ナイス、よーし、敵のタンク1台2台と破壊して、あと奥のあの T があった。これ24ダメ、糸が入ってるよ。いやで、あいつを近寄らせない。 A ポイントに、あでも何回も A ポイント仕掛けられてんのか。拠点内の歩兵に関してはもう味方の歩兵分隊に任せるしかねえわ。ナイス A ポイント確保。ちょっと補給したら前線一気に行くから、ちょっと待ってほしい。この戦車の辛さに比べたら前線の歩兵たちも地獄の状態よ。相手も1拠点しかないからさ、どん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 攻めてくるからさ、常に防衛打ち合いをしなくちゃいけんから。さあ、あの正面のタンク下がってたかな。あ、左側歩兵展開してる。ちょっとあいつ倒して、これ倒した、下がってんね。あ、こっから補給所狙えるわ。あー、だからもう補給できないって今下がってった。そうだ、このグランドオペレーションのアラスの立ち回り、防衛側、そうだ、補給所ひたすらぶっ壊すんだったわ。あ、輸送車来た。そういう嫌がらせムーブできるんだったわ。これ倒した倒した倒した。ちょっと次回からは輸送車両じゃなくて、もうあの補給所一気に狙うわ。ということでお疲れ様でした。よかった、味方の歩兵が優秀で56キルということでね、こういうはちゃめちゃお祭りモード、グランドオペレーションもあるんで、ぜひともみんなもこのモードやってみてください。ということでお疲れ様でした。バイバイ。